アーカイブとして中さんが頑張ってあげてくださったようなので、中さんに感謝しつつ、アーカイブ、気になるゲームがある方は、見逃したゲームがある方は、アーカイブから見てください。そして、この、ロックマンノーコンスタンシーの解説としていただきました、ショカさんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ショカでーす。はじめましての人ばっかりなんですよね。まあ、普段は、ロックマン、はい、どうぞ。前回の、アルサの伝説ドーンクイックでもロックマンの奏者として、そうですね。行かれた。非常に、楽しくていい経験をさせてもらいましたね。ちょっとね、あまりに良すぎたんで、できるだけこう、みんなにも、このイベントの良さを知ってもらいたいなとは思ってる中で、ちょっと解説できるのがあったんで、今回ちょっと参加させてもらってるっていう感じですね。はい、皆さんよろしくお願いします。まあ、本当は、もともと、今は今回なくなっちゃったんですけど、どんどこどん2の RTA があったんで、それの解説で申し込んでたんですが、まあ、急遽、ランから消えちゃったので、まあ、やむなし。あまり詳しくないですけど、まあ、ロックマン2のハックということで、今回この解説に応募させてもらいました。よろしくお願いします。My name is Proto Magical Girl. I'm going to be your host for this upcoming Mega Man block. Shortly, we are going to have Rockman No Constancy, a really, really unique Mega Man game. どうですか？右のカメラの会場とか、今年というか今回から会場が変わって。There's $25 here from Kyle Precise. ちょっとね、前回の SGD2 の場所は知らないんですけど、で、SGD2 自体は今年はヒルトンでやってたのが、まあ来年は場所変わるって告知出てますよね。今回の SGD2 の最後に次回の SGD2 の場所を発表するっていうのが告知されてますけれども、でも会場の雰囲気自体はこのカメラで見る限りは似てますよね。あ、始まりますね。あ、始まりますね。ちょっとリセットしたらいいのかな。Alrighty, alrighty. Who's ready for some ROM hack Mega Man action? Then get some. Come on, let's get up. Give it up now. そうですね。Alright, I'm gonna start with the introductions. Of course, we start with our lovely Runa Kumba. ゲームの話をさせてもらいますと、このロックマンのコンスタンシー、まあハックロムというのをご存知だと思うんですが、今回走られる方が KUUMBA クンバさんって読むのかなっていう感じなんですけども、読み方ちょっとわかりませんが、スピードランでは今一応一番速いと自己ベストが31分台31分59秒ですね。まあ、ロックマン2が今26、7分、まあそれを断然難しくした中で32分切ってるっていうのはまあおかしい、頭おかしいプレイヤーであることは間違いないです。まあ難易度を、まあ、改造系とかであれば断然難しいだったりすごいいい感じになってるとかっていろいろあるかもしれないですけども、このゲームに関して言うと、ハックロムいろいろある中ではかなり完成度が高いって言われてる作品の一つではあると思いますね。タイマースタートして3、2、1、GO! まあ、ボスの名前自体は一緒なんですけれども、ステージ構成だったり、まあ、攻略順だったりというのも本家のものとはガラリと変わってきます。で、まあ、同じものとしてはアイテム1号、2号、3号がロックマン2と同じ敵ですね。なんでヒートからはアイテム何号だっけ、ヒートからは1号かが手に入るっていう状態で、まあもろもろ攻略の都合上1号から始めてるっていう状態ですね。ロックマン2の要素は、まあ、ゲーム性は残ってますけど、ステージ構成とかについては残ってないんで、まあ、その辺は逆に下手に話をするより見てもらった方が楽しいと思いますんで。あととにかくこのゲームの RTA は美しいです。
美しいとしか言いようがない。あのまあゴリ押しももちろんあるんですけども、いろんなアイテムだったりその敵の特性だったりを本当にうまく使って、あのロックマン2の RTA 見たことある人もしいらっしゃれば、まあそれと比べて考えてみてもらうと本当に美しく見えます。綺麗に進んでいくなっていう感じなので。でもそうこう言ってるとあっという間にもうヒートのボスになってきてるんですね。ボスの、見た目はそんなに変わんないですね。色は変わります。でも基本的にこれはまあバスターで、あのなんていうんですかね、動き方が変わってますけども、なんとなく無印というかロックマン2の、ハックじゃないヒートマンに動きは似てるんで、まあ、攻略はしやすいです。ただし火ダメが尋常じゃなくでかいです。本体に当たると13だったかな。なんでまあちょっと食らった状態で来たら2発で終わるっていう感じですね。まあ、これはまあかなりいい感じに倒したっていう感じだと思いますね。でちょっとしたお茶目な内容ですけど、あの武器の名前が全部変わってます。でヒートプロトチャージもね。なるほど。このあたりはちょっとややこしいですが、まああのハックロムならではで、ドクターワイリーからのメッセージじゃなくてライト研究所からのメッセージです。あの地味に個人的にはここにあの漢字を使ってるっていうのがいいポイントかな。ファミコンで漢字っていいなっていうとは思うところですね。あとまあちょっとリストリームだとあんまり聞こえないかもしれないですけども、あの音楽が変わってまして、まああのいろんなゲームのいい曲を使ってるので、気になる方はぜひ見てもらうといいかもしれないですね。でこの2つステージ目がエアマンステージなんですけど、ここあの割とこう進みが遅いのは。またサブローって言ってピンとこないですね。あの風を吹くモンスターとか敵がいるんですが、それと同じ設定になっている部分があるっていう形なので、非常にやりづらいです。ここここ非常にシビアなんですが、で1号で進んでいく、まああのロックマン2のエアマンとも似てるんですが、1号で進んでいくとこだったんですが、で大きな特徴で、まあ、こうやって武器がまず見た目違うのもそうなんですが、1号あの形は一緒なんですけども上昇しないです。これも全滅、1回ゲームオーバーになって全回復してやり直しですね。まあ、あのロックマン2でも一発勝負だとどうしても死んじゃうことありますけど、そんな中でそのハックロームでさらに難易度上がってる中で一発勝負なんで、まあもう一回ぐらい逆にゲームオーバーあってもしょうがないんじゃないかなとは思いますね。ジャンプのタイミング、これ非常にシビアです。この後もうちょっと先か、敵の強さとかも全部説明したいけど無理ですね。一瞬止まらないと間に合わないんで。Very proud of you for making it to SGDQ. Good luck on the run and much love to everyone. Put this towards the level 1 Sephiroth fight, Kingdom Hearts 1.5. こういうあたり、本当あの1号がとにかく綺麗に使われていくんで。確かに1号美しいですね、うん、でこの後ちょっとやるかわからないんですけど、壁抜けのポイントがあります。この針のブロック2ブロック目、1号3個出したらやるっていう証です。いった、低い気がする、いった、おお、でも低い、あー惜しいですね。あの画面の上と下がつながってるイメージなんで、まあ採用はできる、あの上に跳ねると下から出てくる形なんですが、下から出てくるのをかなり上の方に設置しないとって、なんかもう何言ってるか自分でも分かんないんですが上に登りすぎて下から出るんだけど、もっと上の方に行かないと難しいと。で今あのタイム連打で行こうとしましたけど、タイム連打もこのゲームあんまり効かないのか効かないなのか、あの本家みたいにビタッと落下速度が減る止まることはないですね。何が言いたいかというと難しい
wasn't able to get it, but どうなの？タイムレンダーやってるけど伸びるのかな？微妙に効かなくしてある。The rest of the stage is pretty much straightforward.いつもの感覚でやるとまあミスるのは間違いないですね。でこのちなみに今このガンガン打ってるプロトチャージ、これは非常に効率がいいです。ダメージ強いし、と思えば、まあ溜めて打っても2だか3しかゲージが減らないので、そういう意味では非常に使い勝手がいいですね。でこれでやっとボスに来るんですが、ボスはまあ、弱点順にいってるのが基本になってきますんで、基本的にこのプロトチャージが効きます。相手の攻撃に対して溜めた攻撃で消せるっていうのが最大のメリットですね。避けるのは若干頭おかしいなって気もするんですが、まあ、基本的にゲームバランスはすごい難しい中でよく作ってあるんで、弱点武器をついていけば難しいけどクリアはできるっていう形にはなってるなっていう個人的な印象ではありますね。弱点武器つかないときついです。で今回今ゲットした武器がウィンドスライサーとアイテム2号ですね。これちなみにアイテム2号は、まあ、ちょっとした特徴の差として、出した後動き出すまでのスピードが速いですね。あとは燃費がちょっといいという感じで、あっという間に3ステージ目でフラッシュマン、まあ、なんか色変わると違和感だらけなんですけど。ここも綺麗に決まると非常に見てて気持ちのいいステージですね。2号とかをうまく使っていく形になるんですけど、この辺りが1号だったかな、綺麗に決まると、まあ、どこまでやるかっていうところもあるんであれですが、この辺は要注目。この出す位置が微妙に違うだけでうまくいかなくなったりするんで、ここで1号に変えて、ここでこちらからこれロックマン2で新はしごテクって言われるものなんですが、下にはしごがあって上スクロールするときに、下から下のはしごに上から捕まってスクロールさせてしまおうと。でせり上がりを使って壁抜けをしようっていうとこなんですが、今これどこに行ってるんですかね。ミスなような気はしますが、死ぬ場所がわからないっていう感じですかね。現地の解説ではグッドウッドって言われてますが、まあ残念ながら、マジで違うよね。さすがに私もこれ初めて見てるけど、これはここで死ねる。でも右行き過ぎたんじゃないか、大丈夫か。ああ狙ってこれやったの？これは知らない新しいルート。これはこの方の以前の記録にはなかったですね。あそこはせり上がって普通に壁抜けして画面ずらしを起こさずにやってましたけど、いやーすごいですね。驚きだわり、ボス戦何も返してませんか？終わってます。やべ、ボスが終わってる。そう、さっき言って作った、さっきゲットしたウィンドスライサーがよく効くんで、4発だか5発で終わっちゃうんです。5発ですね。で、今回ゲットしたアイテムはザ・ワールド、まあこれは効果は言わずもがなと、あとアイテム3号ですね。アイテム3号も上下が早いです。やべ、いつの間にかこのゲームの RTA も進化してるね。でクラッシュマン、まあ何がいいって、このやっぱりステージですね、ロックマン X。 ここも2号の使い方がうまい。あそこも本当数フレームの誤差の範囲内だと思いますね。でここ割とまあ暗い抜けの部分も多いんですけども、まあ、ここもやっぱり、まあ、全体として本当とにかくアイテムをうまく
使っていくんで、でこのステージは、まあ、あの途中で見ると分かりますけど、あのあんまり今まで気になってなかったかもしれないですけど、はしご捕まることがあるんですけれども、はしごの上下がとにかく早いです。あー綺麗。ここはしご、あーこの後かスイッと降りていくんで、まああの今までだとはしごの登るのが遅いから1号で上がっていくとかっていうのを結構頻繁に使ってた部分とかが、まあこれがあることによってそこまで作業しなくても良くなる。本家で曲の解説をしてる、ここはちなみにうまい。こうさっき言った上と下がつながってるっていうのは同じ理屈で、右にスクロールした後その次のスクロール先が下だったんで画面の上まで出るといける。でここザワールドを使うことで弱点なんで一発クリアと。一発ですか。一撃ですね。クラッシュ使うとちょうどゲージが1残ってボスを倒せる。ちなみにこのクラッシュマンはあの使わないと多分あの大半の人があのサジを投げるじゃないかな。難しいです。早い。展開が早くて、なんか話すことをいろいろ考えてたうちの2割ぐらいしか喋ってない気がするんですが、このステージは今のもあー2号の出す位置っていうのが本当今の完璧だったんですけど、あれもちょっと上下にずれるだけでまたあのその後の展開がずれていっちゃうんで難しいところでは、ここにしっかりぶつけて、そうここでもう一回出すと綺麗にいけるんですよね。あんまりこのステージは、まあステージ自体の特徴っていうのは、まあ水の中入るっていうところは同じぐらいですけども、ここまで目ぼしいところは実はない。まあ、このウィンドスライサーでうまく倒してアイテム取らずに回復しないようにっていう、まあ RTA らしい動きをしつつ、さっきあのタイム連打での落下の減速はないって話はしたんですが、落下加速はあるので降りるときはしっかりジャンプして降りていくっていう感じなんですが、ここの部分が実はちょっと難しいんで、フラッシュ使って通過してちょうどここで切れるように調整してるんですよね。お見事。で、なんだっけ、あのスナイパーアーマーの上だけのやつ、なんつったっけな。名前を忘れてしまいましたが。名前を考えてる間にボスに来てしまいましたね。まあ、それは置きます。で、ここはね、なんか部屋が狭いんですが、ここも弱点武器、なんかダカダカ撃ってると、勝てちゃうっていう、まあそんなに。優しくできてるボスではありますね。で、ボスこれ4発だったかな ?4 発だか5発だか倒せますね。で、ここで出てくるのがスピンホイール。まあ、あのどれもこれも使いにくさを若干増したアイテムではあります、ね。ちなみに、あの言うの忘れてた。クラッシュを倒したときに得た武器は、ランブリングバンっていうよくわかんない名前です。で、このステージは今メータールマンですね。ここも2号の使い方が美しいですね。これもうね、惜しい。ここのあと、ここでまた先ほどの新はしごテクができるんですが、やりますね。で、ピコッとせり上がりでうまい。まあ、技術としては難しくないんですが、操作自体はすごい簡単なんですけども、あれを RTA に取り込んで積極的にやっていく、最初はやっぱり勇気がいると思いますね。なんだ今の1号2号。
ちょっとね、事前の勉強不足があってね、何やってるか分かんないところがちょいちょいあるんですよね。この辺のやっぱり1号の使い方で攻撃を避けたり敵を避けたりっていうのが絶妙ですね。いや1号で避けると美しいですね。実際そう美しいんですよ。ちょうどまた敵の攻撃をスッとこうかわしつつになるんで、敵だけじゃなくて攻撃もかわしてっていう形で避けていくんで、やっぱり弱点武器つくとこうやって早いは早いですね。で、このメタルをまたちょっと中二病チックな武器の名前、ライジングサン。人によっては国士無双というかもしれないですが、まあライジングサンですね。ちょっとコアな値段すぎるかな。でクイックはまあ本家と同じく即死のあれがいっぱい出てくるんですが、判定が断然に厳しいです。本家のゆとりはないですね。こっからなんかもう落下加速を使うことが前提になってるんじゃないかっていうぐらいの勢いで落ちてきます。落ちてきますね。横に伸びてくるんで、まあ、ほんとちょっとしたミスも許されない感じで進んでいくんですが、まあ RTA やる人にとっては慣れたもんなんですかね。これそう、ここは有名なナムコクロスカプコンの曲で、本当にみんな後ろ本家の配信今みんな音聞いてますね、きっと私も黙ろうか。聞こえてんのかなここ何も押さなければ何もないんですが、どう考えても初見プレイで必ず殺されます。絶対ジャンプボタン押しちゃうんで、一回でも押してしまうとアウト。もうそうですね、乗ってる状態じゃないと落下判定が続いていかないんで、跳ねたらもうさよならです。でここで使うのはその先ほど取ったライジングサンですね。メタルブレードと同じく、まあ早いメタルブレードと同じくいろんな方向に打てるんですけど、上下の判定が逆になってるんで、右上に打とうと思った時には右下を押しながら打たないといけない、ちょっとややこしいんですよね。でリレイフレームというアイテムをゲットしてもあっという間に8ボスウッドマンですね。ここも実は壁抜けがあります。いやーさっきまでのやってる感じからするとやるんだろうなっていう感じなんですが、入り口が2箇所あるうちのどっちから入るか、あそこの2号からの2号が決まるとまた美しかったんですが、惜しいですね。1匹目を超えて2匹目を超えて、ここから入ることもできるけどそれはやらない。そうするとこのあとここですね。ここで惜しいというかなんというか、今のでまた画面の上まで行って下から出てきて、ここに出てこれんのかな、このうさぎちゃんのエリアに出てくるんですが、ちょっとうさぎちゃんにドツボはまってますね。このロックマン2の敵の名前って結構間抜けな名前が実は多くてですね、まあ、アンコウはアンコウだったり、まあ、メトルはまあご存知ですけど、ピョンピョン飛ぶやつフライボーイって言ってね、扇風機って言うとマタサブローだったりみたいな。ちなみにさっきのウサギは正式名称はこれですね、ロビットって言いますね。ロボットのラビットでロビットです。そんなこと言ってる間にもうゴリ押しゴリ押しで、いや可愛い名前でいいですここもこのニワトリみたいのが、自分のニワトリが画面から消えた瞬間の自分の立ち位置によって次のニワトリが出てくる位置が決まってくるんで、
あの何気ない動きに見えて結構調整をかけてる部分ですね。まあボスはゴリ押しです。結構ライフないけど、まああの弱点武器が想像以上に弱点武器なんで、これも問題ないです。まあリーフシールドじゃなくて出てくるゲットするのは今回はまあ氷の面ということでアイスサークルとなってまして、あっという間にワイリー1ですね。ボスの名前じゃないですね、武器の名前は本当にになんかこうちょっとこう中二病感をくすぐる、こう男心をくすぐるというんですかね。$50 here from Josh 35. The commentator doing no concept. いや、かっこいい名前じゃないですか。そう、名前にはなってるんですよね。Thank you to everyone at this event. Also, I'd like to give a quick shout out to. 序盤これ無音です。ここはね、ぜひあの音声を聞いといてほしい。But anyway, this is a stage that will wall a lot of people. This requires a lot of precise item usage, and there are spikes littered everywhere. So our でもここの感覚はイメージとしてはあのワイリーロックマン2の一番最後エイリアンに向かうところに近いですね。無音の中黙々と進んでいって、でここでシャッターここでこう無音からテンション上がる音楽が始まっていくっていう感じが非常に、まあ、個人的な好みですね。いや、熱い演出ですね。で、まあ、あんまり道中の解説してなかったですが、複雑なことはやってないんですが難しいステージっていうのが一番わかりやすいのかな。でワイリー1のボスメカドラゴンではありますが、ここから先ですね。まあ当然通常のメカドラゴンと同じじゃない、オートスクロールっていうのは同じだけど、さっきまであった風が吹くっていうのの今度は追い風ですね。めっちゃ幅飛びしていく感じで、めっちゃスピード感を感じながらやっていくんですが、ボス戦足場が1箇所しかないんで、これはもう最初の敵がボスが動き出した瞬間にジャンプして敵の方向をナビゲートしつつ弱点武器でぶち当てると。Doesn't look like anyone was able to get that one, so that was a snowy day from Little Cheezer. Probably the deepest cut on this soundtrack, so no worries if you weren't able to get that one.Also, Oyster, again with a $5 donation, was able to correctly point out that Quickman was from Namco X Capcom. で、ワイリーステージの2つ目。ここも壁抜けがあります。で、これもしかしたらちょっと見づらいかもしれないんですけど、実際プレイしてると足場はしっかり見えてます。もし配信見ながら足場見えないじゃんと思ってる人いたら、そんなことはない。ここで壁抜けができます。壁に埋まって、うまい。ここただ1フレーム、OK。いいですね。今のはどこが1フレームだったんですか？あ、ごめん、1フレームってのはシャッターのところですね。ごめん、1フレピンポイントで当てなきゃいけないってわけじゃないんですが、そこで1個ずれていってしまうと、もうさっきのわけのわかんないことしてボス戦にたどり着いたの失敗版みたいになっちゃうんで、どこに行くかわかんなくなっちゃうっていう状態ですね。なるほど。ここでもいりましたね。ここは壁抜けしてから、もうここはごめんなさい、私勉強不足でどこをどう動いてるのかよく分かってないですが、道なき道を行ってます。で、食らって死んでまたボスの前。ピコピコくんです。これね、外国の人が言うとね、すごいなんか可愛い強そうな言い方になるんですけど、ね、ピコピコって言えないんですかね。これも基本的に弱点武器で当てていくだけなんで、
あれなんですが、この弱点武器ってのが先ほど少し前に取ったディレイフレーム、出た後にちょっとこうじーっと待機してから急に動き出していくんで、設置が難しいイメージではあります、ね、でも慣れてくればこの辺りもうまくやるでしょうと。とにかくそう、武器の挙動が全体的にあの変えられてるんですけど、あのバランス悪くはなってない、面白い使い方ができるなっていうイメージにはなってます。もうあのあっという間にワイリー4、嘘つけ、ワイリー3です。でここであのまだ一度も登場してないアイスサークル、ウッドマンから得た武器が使われると思うんで、リーフシールドとはちょっと一味違うところをぜひ見ていただいて。なんか見たことある動きするんですよね、これね。ここはちなみに、まあ、割とこのステージに関しては今までその美しい美しいっていう話をしてきましたが、ゴリ押し感が強いです。ゴリ押し感って言ってもやっぱりノックバックの時間とかをうまく使ってるんで綺麗ではあるんですけど、個人的には美しさがちょっと減るなと。羽生結弦から織田信成になったぐらいな感じですね。いよいよらしては敵に回したですけど。いや、羽生結弦は美しいけど織田信成は美しいな、うん、美しいですね、失礼しました。ここもあの基本的に弱点武器でダダダダダンという。このガッツタンクもね、何かに似てますよね。何に似てるんだろう。でそこ逆に分かるやつは教えてほしいですね。私全然コメント見てなかったけど、諦めます。まあしょうがないですね、ええ、忙しいので。でボスラッシュ、これはもう、あ、ボスラッシュじゃない、ごめんなさい、その前にワイリー4だ。ワイリー4はあのまあ総決算ですね。やっぱり普通のロックマン2でもなんかもう集大成みたいなステージでしたけども、ここもこのハックでも集大成、消える足場もありアイテムも全部駆使していってっていう形での行動になってきますね。まあ、でもそれはやっぱりあの RTA だと非常にスムーズに進んでいくんで、このあたりはやっぱり見ていただけると、あ、惜しい、楽しいと思いますね。届くんだ。ここのステージはあの個人的には先ほどまでのステージよりも足場が見づらいかなと。初見だとどれが足場なんだか分からなくなって死ぬとかっていうのがちょっとあるんじゃないかなっていうのは感じるところですね。で、あのこの後ボスになった時にはあのブービームトラップ同じく出てくるんですが、ブービームトラップの弱点があの一番最初にゲットしたプロトチャージになってくるので、ここで道中でうっかり敵が強いからって言って使いすぎると済む形になってますね。ただまあうまいことそのプロトチャージを使わせたくなるような敵の配置だったり敵の種類だったりになってるんで、このあたりはあの作った方の意図が結構強く入ってるんじゃないかなっていうのは、だいぶ言葉を選んだけど。まあ、悪く言えば、あの制作者の悪意が見える。ぶっちゃけません、いきなり。いやー、でもね、ここは本当でも、あの最初に来たら、武器がちょっと足りなくなる。あ、でもここに置いてある。優しさがあった。
ありがとうございます。私ね、ここに置いてあるの忘れてたわ。で、ここまずあのバスターノーマルの武器連打ですね。この敵に当てるための壁をまず壊す。あでもこの壁もね、ちょっとジャンプしないと当てれないようになってるのがね、微妙にこう時間をかける要因になってるのがうまいですね。でもこの避けながら撃っていくのが絶妙で、これ単にジャンプ連打しながら撃ってやりますが、これは絶妙な調整が必要。タイミングおそらく合わせて、敵のタイミング、攻撃のタイミングに合わせて避けてうまく、まあ、食らっちゃうと連打ができなくなるんで、最大限連打できるように効率化してるんだと思います。なるほど。ということで、もうこれで残るはあと2ステージですね。まあでもここまで一回あの大きなミスあって、まだまあでもまあ32分なら一発勝負って考えたらやっぱりでもすごいですね。ボスラッシュは、まあ、あの基本的にひたすら弱点ついて進んでいく形になるんで、特段ここは話すことないかな。まあ、最初一番最初のステージでヒートから行ったと思うんですけども、このヒートの弱点がこのアイスサークルなんで、まあ、そこはようやく弱点武器が使えたっていうぐらいですね。被害者の回、その通りですね。まあ、あとはここも眺めるだけです。本当はね、あの曲とかいろいろ解説できるといいんですが、ちょっとね、その辺はあの分かりません。My contribution to the music identification would be for Wily 3 and 4, ちょっと調査不足です。Stage from Mega Mari, and the Wily fight's main theme slash final fight from Mega Mari, also correct. まあでも死んだのが最初にゲームオーバー選んだのがメインになるんで、こういう意味では、それ以外で見たら十分、まだまだ。That would be the Kingdom Hearts 1.5 HDFM Oath Keeper glitch. That means $20,000. We still have quite a ways to go for that. That's not coming up too long from now. So get those donations in. You want to see those donations? It's incredible. It's really, really cool. So keep getting your donations in for that. When you're donating, guess what? That's the thing. Put a tour. Speaking of donations coming in, we have $1,000 from DJ Bonkers. この大舞台1回でこのタイムはかなり早い。いやもう十分だと思いますよ。まああのこの人本当に32分っていう記録持ってますけれども、31分59秒か。2位の人が32分51秒。まあちょっとプレイヤーの数少ないのもあるんですけど、2位の人は本当ロックマン2であの化け物クラスに速い人なんで、技術がすごい高い人ですら、まあ古いチャートとはいえ32分台で、その中でまあまあまあ事故部からこういうハック系で今3分、まだ2分半3分、まあ、5分遅れ以内に収まってるって意味では、私もあの実際行った時には事故部からあの普通のロックマンで3分近く遅れたんで、そう考えるとまあハックだったらより一発勝負の要素が強くなるんで、まあ、十分なタイムですね。はい、でこのボスはまああの初見できたら確実にボス何が弱点なんだろうと。ちなみに見た目がちょっとかっこよくなります。弱点なんだろうってなるんですけど、まあ当然あの RTA なんで弱点武器はこのウィンドウスライサー分かった中での行動になりますんで、まあ、意外と当てやすい武器ではあるので、この辺はちょっと優しさがあるなというところで、まあ倒しきれば普通にグッドゲートという感じでもうクリアですね。35分、これも十分に早い。一発勝負で考えたら素晴らしいタイムって言っていいと思いますね。
ジージーと。いや、ジージーです。Anyways, Summer Games in Quick 2018 viewers, donors, attendees, let's give it up one more time for Kumba for that incredible Rockman No Constancy run. Yeah, いろいろ思い出します。ベタなことを聞きますが、やはりこの大舞台本番でやると緊張しますか？個人的には RTA in Japan の方が緊張したんです、実は。それはどうしてですか？初めてだったってのは結構大きいですね。ああ。で、その後の、私はリレーで参加だったこともあって、緊張といろいろ混じっても、振り切れた感じだったんですよね。そういう意味では、まあ、緊張感っていうのは RTA in Japan、まあ、もちろん、ちょっと震えたりはしましたけれども、楽しいっていう思いの方が強かったですね。始まる前も終わった後も。なるほど。ぜひ皆さん、RTA をやってる人は、積極的に、また来年も1月にありますから、申し込んで、参加して、向こうの人と触れ合ってきてくださいと。そして、どんどこどん2も皆さんやりましょうと。これで僕は今日言いたいこと言えました。どんどこどん2もよろしくお願いしますと。そう、それが一番の目的だったんでね。ということで、この後、メガマン7。そうですね。いいと。ええ。これはちょっとね、解説全然わかんないんで、お任せですね。私は、夢心地で見させていただきます。はい。メガマン7、メガマン、まあ、6マン7、6マン8と続きます。では、この、ロックマンのコンスタンシー、解説、初夏さんです。初夏さんでした。ありがとうございました。ということで、ここで進行も、交代になります。ここまでありがとうございました。皆さんお疲れ様でした。引き続きサマーゲームスダンクイックをお楽しみください。$500 donation from Jarhead 27183. Shout out to the GDQ staff. You guys put on a great show. Hype!And here's $250 from Mr. HIT. Maybe Mr. Hit? Not sure. Let's make on that wing angle pay for Aerith last time. So I've talked a bunch about the Kingdom Hearts 1.5 HD FM Oathkeeper glitch incentive. There's actually two more incentives for the Kingdom Hearts run. So first is the bid war to choose what three Disney songs will be sung during the run. That's right, we have some of our very talented speedrunners and commentators are also very talented singers. So with your donations, you can decide what three songs are going to get sung. You can check the tracker on gamesdonequick.com to see what your options are and get your donations in for them.There's also an incentive for the Kingdom Hearts 1.5 HD FM Level 1 Sephiroth bonus. So that needs $50,000 to get there, and we're currently sitting at about $10,000. So here's the thing. If we push straight through that incentive, that would take us just up to the $1 million line. So let's keep bringing those donations in for Doctors Without Borders, an incredible charity. You can go to gamesdonequick.com to see about donating and all the wonderful prizes.You can win and donation incentives you can bid for. Got a $30 donation from Destroy212. So awesome to see a bunch of people band together for great causes, AGDQ being no exception. Been watching for 4 years now and it never ceases to warm my heart. Can't wait for the Kingdom Hearts run later. Put my money towards the Oathkeeper glitch, that's always fun to see.Also, it's my favorite Keyblade besides Decisive Pumpkin.
$25 from Mr. Aardvark. Hi everyone, my fiance and I have been watching GDQ all week and we are getting hyped for that $1 million mark. Good luck to all the runners and may RNG always be in your favor. And save the animals. $25 from The Blair Switch. Rockman Block! Woo! Hi, Proto from SF. Hi, Blair Switch. I can't decide what to bid on, so I'll let you decide. By the way, love the Metal Slug Stinger at the end of No Constancy. Good call. $50 from CERN Fan. I totally missed the event this week, which is probably for the best because I had 3 exams. Now that those are over, I need to make up for all of that not watching and not donating I've done. $100 from Sub Silver. I usually love to watch and donate during Mega Man Run for GDQ, but I'm stuck at work for the upcoming block today. Rock on, my friends. Rock on.